蛍光海洋魚ルミネセンスとは物質が電磁波の照射や電状の因果、電子の衝突などによってエネルギーを受け取って冷気し低いエネルギー状態の分布数に対する高いエネルギー状態の分布数の比が熱平行状態の時と比較して大きい状態にされた時に起きる自然放出による発光現象及びその光を指すルミネッセンスまたは冷光とも呼ばれる 霊期限からのエネルギーの供給を絶つとすぐに発光も、止まるものを、傾向、残光を持つものを輪光と呼ぶが、両者の区別はあまりはっきりしていない。両者をまとめて、傾向と呼ぶこともある。科学的には、霊気一重光からの失活に伴う発光を、傾向と呼び、三重光からの失活に伴う発光を輪光と呼び区別している。一般的に、三重光は、 寿命が長く、冷気一重光よりもエネルギー順位が低いため、輪光の波長は長くなる。物性物理の分野ではこのルミネセンスのスペクトルや強度を調べることにより、物質の性質がわかるため、様々な測定に用いられる。なお、熱平行状態の物質が光を発する現象は、国体放射である。また、 低いエネルギー状態の分布数に対する高いエネルギー状態の分布数の比が1以上となる反転分布状態においては誘導放出による光の増幅が起きる蒸気のように蛍光灯、液晶ディスプレイのバックライト、プラズマディスプレイ、発光ダイオード、有機 EL、ブラウン管など全てルミネセンスによるものであるレーザーを除く身の回りの照明及び表示器具のうち ルミネセンスによらないものは白熱電球、ガス灯、太陽光など19世紀から知られているものだけと言える。輝き人生蛍光体を使用した X 線の撮像装置が富士フ,フィルムで開発され FCR として販売されている。従来の銀塩写真による撮像よりもダイナミックレンジが大きく高感度なため少ない線量で撮像できる。 原理は一旦蛍光帯に放射線を照射し、その後波長の長い光を照射すると被爆線量に比例した蛍光を発することによる。ブリタニカ国際大百科事典。ルミネセンス。コトバンク。2018年12月7日閲覧。ありがとうございます。